カマが決めた。ちっ、お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あら、もうお別れの時間。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。友情ってやつは付き合った時間とは。また会おうぜ。うわー、さあ、行くのよ。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボン。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。よし、とにかくこれから何が起こっても仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部海の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるクロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味は さあ、パーティーの始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。
白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何のホープが弟をね、探してんの。この子もの雷警報発令よ。サンダーボルト、このくらいで音を上げたりはしませんから。あいつだけは苦手だぜ。こんな時に本部からの入電か。撤収だ。体勢を立て直すぞ。麦わらの一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサー兄ちゃんに命じてある。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもビビと一緒に行くわ。7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女もクロコダイルの仲間なの。反乱が止まるように何とかしないと。私は政府の人間が大嫌いなの。何よ、あちしとやろうっての。いや、セカンド。なぜ戦うの？真の名を持つあなたたち。
せてやるよ、三刀流の極意をな。この者の行儀は悪いな。三刀流三刀本能ガモン。こんな会社一つ忠告しておく。戦場で迷ってすぐに命を落とすわよ。スモーカーさん、これから私はどうすれば。任せる。何をするかは。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。サシ、この国のたどる結末をしっかり見とけ。時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャ。スモーカーさん、総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下、その一味を援護します。よっ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 よあがいてみようじゃねえか。そろそろ時間だな。けだちすまねえな。フルトンはどこにある。神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。兵器？知らないわ。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。そんな、うんうん。さて、ルネグリ、それなら総裁殿にあるわ。うん、
そんな約束を誰がした？いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に。さて、総裁伝と言ったな。ルフィさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。ルフィ、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに攻撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。いや、セカンド。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな、こりゃ。5キロを吹き飛ばす砲弾だ。それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くだ。この者の雷警報発令よ。行儀は悪いな。三刀流、ここまでです。切り捨ててくれ。そうか、大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった。みんな、攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。ポーネグリフか、ニコロビン。世界最悪の軍事力。記されていないわ、ここには。何？フルトンの言葉。そうか、残念だ。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺。しかし最後にお前は公約を破った。あなたがそういう行動に出る、私に考えが。麦わら。おいてめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。誰だ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は
花から誰一人信用しゃいねえからさ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。干からびろ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てしまえば。行儀は悪いな。三刀流。ここまでです。雷警報発令よ。船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。ダチのここで逃げるはボンクレーにあらず。ムキちゃんチーム、あちがおとりになるわ。男の道をそれるとも、お散らばもろとも、まことの空に。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに。そして指を指します。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど。ビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。
何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。